お世話になっております、マサルです。今回はチャレンジ&レスポンス認証について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初にチャレンジ&レスポンス認証とは何か概要を勉強します。その後、チャレンジ&レスポンス認証の注意点について一緒に勉強していきましょう。それでは始めていきます。チャレンジ&レスポンス認証の話に行く前に、少しだけ前回の動画の振り返りをしておきましょう。前回の動画では、認証とは何かという話からスタートしました。認証とは、本物であることを確認する技術のことですね。認証は大きく2つに分かれます。エンティティ認証とメッセージ認証です。エンティティ認証は人や物を認証する技術。メッセージ認証は、やり取りしているメッセージの内容が正しいのかどうかを確認する技術です。前回勉強したパスワードを使ったベーシック認証は、正しい人かどうかを確認する技術なので、エンティティ認証ですね。ベーシック認証がどのように正しい人かどうかを確認するのかというと、ベーシック認証はパスワード認証の一つで、ユーザー ID とパスワードの情報を平文で送信して認証する方法でしたね。ネットワークを使ってホスト間で認証する場合は、ユーザー ID やパスワードが平文で送られることになるので、盗聴されてしまうとすぐに認証情報が盗まれてしまうという問題点がありました。あとは接続先の認証サーバーが正規の認証サーバーかを判断することができないので、なりすまし対策もできないというのも問題点として挙げています。今回勉強するチャレンジ&レスポンス認証は、ベーシック認証の盗聴問題を解決した認証方法になります。ではここからチャレンジ&レスポンス認証の話をしていきます。チャレンジ&レスポンス認証の最大の特徴は、パスワードの情報を流さずに認証を行えるというところです。流れを見ていきましょう。事前に正規のユーザーが利用するユーザー ID とパスワードを認証サーバーに登録しておきます。認証時にクライアントは認証要求として自分のユーザー ID の情報を認証サーバーに送ります。認証サーバーはユーザー ID の情報から該当のクライアントのパスワードの情報を特定します。認証サーバーはチャレンジコードという使い捨ての乱数を生成してクライアント側に送ります。乱数というのはランダムな値のことだと思ってください。この時チャレンジコードを受け取ったクライアントは、チャレンジコードの情報と自分のパスワードの情報、この2つの情報を持っていることになります。そして認証サーバーも同じように、チャレンジコードの情報とパスワードの情報を持っています。つまりお互いに同じ情報を持っている状態になります。両者はチャレンジコードとパスワードの情報を組み合わせてハッシュ関数で計算を行い、ハッシュ値を作ります。クライアント側は作ったハッシュ値をレスポンスコードとして認証サーバーに送ります。認証サーバーは送られてきたレスポンスコードと認証サーバー自身で算出したハッシュ値の情報が一致するかを確認します。ハッシュ値が一致していれば、レスポンスコードを返してきたクライアントはパスワードを知っている正規のクライアントであると判断します。このようにパスワード自体の情報をネットワークに流さずに、チャレンジコードとレスポンスコードで認証する方法がチャレンジ&レスポンス認証です。通信経路中に第三者がいたとしても、パスワードの情報は流れていないので、パスワードに対する盗聴対策ができているということになります。チャレンジ&レスポンス認証を利用することで盗聴対策ができるとお伝えしましたが、確実に盗聴対策をするにはチャレンジコードの生成方法が大切です。チャレンジコードの乱数は毎回変更する必要があります。もしチャレンジコードを変えずにチャレンジコードが固定値だった場合、レスポンスコードも固定になることになります。もし攻撃者がレスポンスコードを取得できたとすると、このレスポンスコードを再利用することで攻撃者は不正アクセスをすることができてしまいます。なのでチャレンジコードは毎回予測できないランダムな値に変更することが大切です。なお、この例のように盗聴したデータをそのまま利用して不正アクセスをすることをリプレイ攻撃と言います。リプレイ攻撃という言葉も覚えておきましょう。最後にチャレンジ&レスポンス認証は盗聴対策はできるんですが、なりすまし対策はできていないことも覚えておきましょう。認証要求を送るときに、送り先の認証サーバーが本物のサーバーであるかどうか、チャレンジ&レスポンス認証では判断することができません。もしなりすましの認証サーバーに対して認証情報を送ってしまうと、 ID とレスポンスの情報が盗まれてしまいます。なりすましの対策にはサーバーの正当性を保証するデジタル証明書を利用することで解決できますが、それはまた別の機会にお話しします。今回覚えておきたいことは、チャレンジ&レスポンス認証はネットワーク上にパスワード自体の情報を流さずに、チャレンジコードとレスポンスコードを使って認証することで盗聴対策ができるということを覚えておきましょう。
今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後に変なおまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは勉強だけではなく横のつながりができるようにいろんなイベントをやっています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティに遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャレンジ&レスポンス認証お願いします。チャレンジ&レスポンス認証いただきました。今日も学んで登録テキスペ情報真摯パスワードを適当に長くがいい認証要求チャレンジ送ってレスポンス返して認証確認パスワードを適当に長くがいい認証要求チャレンジ送ってレスポンス返して認証確認リプレイ攻撃要注意レスポンスゲットしてナイスマッチできちゃうチャレンジ変更してレスポンス変更するリプレイ攻撃要注意レスポンゲットしてナイスマッチできちゃうチャレンジ変更してレスポン変更するそれでは一緒に過去問挑戦。応用情報技術試験令和元年秋午前問い38の問題です。チャレンジレスポンス認証方式の特徴はどれか、あ、い、う、え、どれでしょうか。今日の動画を見た人は正解できらず、じっくり考えたい人は動画を見て考えてね。正解は